スタウェスト2005で講演中のスティーブン・ボーン・スティーブン・アール・ボーンはユニックスの標準コマンド業インターフェースの基盤となったボーンシェルの作者として知られている計算機科学者。キングス・カレッジ・ロンドンで数学の学士号を取得。ケンブリッジ大学・トリニティ・カレッジで計算機科学を学び、数学の博士号を取得した。その後、ケンブリッジ大学コンピュータ研究所で、 アルゴル68コンパイラー開発に携わった。ベル研究所に移って9年間を過ごし、バージョン7ユニックス開発に携わった。その間にボーンシェルだけでなく、アデブでバッカーを開発し、一般向けのユニックス入門所在ユニックスシステムを執筆した。その後、シリコングラフィックス、デジタルイクイップメントコーポレーション、サンマイクロシステムズ、シスコシステムズで、 技術部門の管理職として働いた。現在はカリフォルニア州メンローパークにあるベンチャーキャピタルエルドラドベンチャーズで最高技術責任者を務めている。また、悪夢会長を務めていた時に創刊した悪夢旧死の編集諮問委員会会長も務めている。また、悪夢と王立天文学会のフェローでもある。ありがとうございます。